それではフォアハンドサーブの練習をしたいと思います。このフォアでのサーブが入らないとまず練習ができません。なのでいろいろポイントがありますのでそれを見てください。まず左足を前に出して右足を後ろにします。この時に正面を向くんじゃなくて横を向きます。横を向いてラケットヘッドが顔の前、ここにシャトルを持ってます。それからそれでは次、スマッシュの練習に行きたいと思います。スマッシュは何が大事かというと、下に落ちる角度のつけるショットを打てるようになる、これが大事です。ここでは手投げ、手でシャトルを投げて打つ、なるべく角度をつけて打てるようにいくつかポイントがあります。まず一つはネットの近くに立ちます。これ近すぎると打ちにくいんで、なるべく、少し開けたぐらいで、ここぐらいで構えます。この時左手をしっかり上げて体が半身横向くように、で肘は後ろに引いておく。練習をしたいんですが、ハイクリアはショットの中でも一番難しいんです。なぜかというとラケットワーク、ラケットの振り方と、あとフットワーク、足の運び方、この2つができていないと後ろまで飛んでくれません。その中でもやっぱりラケットワークは非常に大切なんで、今からやってみたいと思います。ラケットワークなんですが、左手を上げまして右手肘を引きます。この状態は基本の状態なんですが、ここから肘を前に出してここで止めます。肘をここで止めて、ここからラケットが回ります。でここで大切なのがこの肘の角度と手首の角度です。これがまっすぐに伸びちゃうと全然羽が飛びません。大切なのがこの肘の角度。バックハンドのロビング、これの方がよく使うと思うんですが、これがしっかり飛ばないと相手に次スマッシュ打たれたりカット打たれたりして、どうしても不利な立場になります。引き寄せておいて肘から出して、肘から出して、ここからです。これを上げてはいけません。ここで止めて、これをこのラケットを上に跳ね上げる。でこの時に右足の蹴りも一緒にすることによって上に跳ね上げる。でこの時に右足の蹴りも一緒に。次はドライブを練習する時にここに注意してほしいっていう点があります。引いて打つ、次引いて打つと、この時に体の体勢がこうゆっくり前に前に行くようにするとスムーズに、ラケットが出て正しいドライブが出るようになります。